光520号 X37 編成ですね。岡山からはね、16両の光が走ってますからいいですね。このヘッドライトがね、ニコのラブチューンもいいですね。右側がさくら560号、であの S7 編成、あの左側ですね、あちらが回送列車で来てまた向こうに戻っていきますね。一番向こうのホームにあるのはね、光号の、岡山止まりの車両です。で、今から走るこの列車は JR 九州の R11 編成、さくら560号。やっぱ小倉より新幹線の量が多いですね、さすがに。スプリームですね、J1。トップナンバーです。JR 東海の N700 スプリームトップナンバー J1 です。この望み46号待てばこれ乗れてたのか。次の停車駅は新神戸ですね。この列車16号東京行きです。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので、小倉駅のスピーカーより音がいいですね。低音響きますもんね。のぞみ号ドア閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。丸印が、このまま東京に行きたいですね、乗って。お、また次来ますかね。皆様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車不適正です。この列車は途中姫路、新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川に停まります。23番乗り場到着の列車17時42分発のぞみ118号東京行きです。自由席後ろ寄りの1号車、2号車、3号車です。すごい頻度ですね。停車駅は姫路、新神戸、新大阪、X42 編成、名古屋、新横浜、品川に停まります。到着の列車はのぞみ118号東京行きです。次の停車駅は姫路です。次の停車駅は
停車の時はバッテンのマークがね点滅してます。のぞみ号大島にはご注意ください。そう、ホームドアが閉まったら丸がつくのかな。OK サインを出すんですかね。あ、OK が出ました。発車です。 X42 編成のぞみ118号、東京行き、次の停車駅は姫路ですね。で、下り線も来てますね、列車。ゆっくりめの発車ですね。結構前の列車がありますから、そんなに急いでは行かないのかな。はい、500系新幹線の到着です。こだま号ですね。おお、これはなかなかいい今までの音が。V9 編成ですね。 V9 編成今日朝見たな。はい、一度ちょっと岡山駅の外に出たいと思います。ひろゆき Z でした。